このご好意だとどうしても見飽きちゃいますね。やっぱり戦場の方がいつ見ても飽きません。みんながいるパーティー会場から抜け出して、こうして指揮官と二人きり。指揮官がこれから何をして気分転換するのか楽しみにしています。もう戻られたのですか。はい、疲れた心を癒してください。私はどこにも行きませんよ。だってここに連れてきたのは指揮官じゃないですか。せっかくピアノがあることですし、歌の練習に付き合ってもらえませんか。何もしないとついにそわそわしちゃうんです。もう戻られたのですか。出迎えに行きます。